どうもメンディーです。今回のムーブオンは今も昔も音楽の街、カルチャーの街として親しまれている下北沢、この下北沢の今を私メンディーが愛を持って皆様にお伝えしたいと思います。まず私が、ご紹介するのがこのまさに下北沢の駅になるんですけれども、ご覧のように今も仮設といった形で、2018年の、リニューアルオープンを目指して、ただいま目下、工事中といったところです。なんとなくこう感傷に浸ってしまいますね。私の中の下北沢はまさに、こういう街、こういう駅だったので、やはりあの再開発っていうのは暮らしやすい街にどんどんね、子供からご年配の方まで、そういう風にしていくための作業だとは分かっていても、やはり自分が幼い頃に見てきた景観が変わるっていうのはちょっとぴり寂しいもので、今はここ、広場になってしまっているんですけれども、少しあの目線を傾けるとね、古い、プレハブのような建物、プレハブじゃないんですけど、木造のちゃんとした昔の建物なんですけれども、実はねここ、駅前の市場だった場所をもう3分の2は、解体してしまって、で残された一部がこちらになるんです。ここはもう本当戦後のね、歴史の詰まった市場で、もうほとんどのお店がシャッターを下ろしてしまっているんですけれども、こうね、ゼロからまた立ち上がっていこうとする人たちがこう商店を構えて、でその人たちの活気がなんかこう、もう戦後ね70年以上時間が経ちましたけれども、ここからまだその人たちのその活気づいた声が聞こえてくるような、そんな気がしてならない場所です。そっか、もう踏切は当たり前だけど綺麗になくなっているんだね。そう、下北沢というのはここね、わずか4年くらい前まではね、この地上の駅だったので、それが今全部地下に入って、でここはねちょうど踏切だったんですよ。で私が今立っているところがちょうど線路にあたるこうね部分で、
どういうふうに変わっていくんだろうね、この線路だった場所が。新しく何か建物でも建設するのかしら。なんかこう、いまだに地面に体を近づけたら、レールのタタンタタンタタンっていうリズムが聞こえてくるようなね、そんな気がしてならないんだけど、ないか。うわあ、懐かしい懐かしい。鈴なり横丁、懐かしいな。この今シアター711ってなっている場所が昔シネマアートというね、ミニシアターだったんですよ。そこがすごくね、まあコンパクトな本当に狭い映画館なんだけど、味があって、以前その映画のお手伝いをさせていただいている時に、出演させていただく側だったんですけども、その上映会をもうスタッフ出演者関係なく一丸となって手作りでここで作り上げたことを思い出します。もうシネマアートがなくなってしまって9年ぐらいか、2008年だったから。懐かしい。この中の横丁はね、まだ残っているんですね。まあ、ここの飲み屋は入ったことないけれども、ここも本当変わらない景色だな。わあ、懐かしい。久しぶりに来たな。いやー、ここはね、私のなんと自分のオリジナルの楽曲を持って初めて一人でステージに立った場所でもあるんですね。ホールそのものは実は今改修工事に入っていて、昨年からちょっと休館中なんですけれども、久々にちょっと中に入ってみようかな。わあ、絶賛工事中っていったところだけれども、この吹き抜けの空間は本当変わらない。もう10年以上前だけど、ここのステージに立ったのは昨日のことのようだわ。懐かしい。そう、懐かしい。ここ控え室、楽屋で本番前にね、わあ、すっごい懐かしい。ここで、いやー、本番前に
この第二集会室が楽屋になってて、こっからステージに行くんですけど、もちろんね、中はこう入れないから、これなんかその時の緊張感が蘇ってくる。久しぶりだな。そっか、子供の日だったもんね。いや、久しぶりに、下北沢、歩き渡ってみましたけれども、私自身もやっぱり、先ほども話しましたけれども、一人になって初めてオリジナルの楽曲を携えて人前に立ったという街だったり、私の中でもやっぱりこういろんな思い出とともに、その頃流れていた音楽だったり、その頃の香りだったり、その頃の風、匂い、いろんなものがこう詰まっている、宝箱みたいな場所です。一度も下北沢に足を運んだことのないという皆様、本当にね、キュキュキュッといろんなカルチャーがこう集約されている街なので、今ちょうどね、本当に、街の景観が変わろうとしていますけれども、まあそれはまたそれで別としても、きっと楽しんでいただける、街かと思いますので、皆さんぜひ足を運んでいただければ幸いです。それではまたの旅を。メンディーでした。